大トリリソ、大トリリソ、台湾語、オンライソー、中国語、本ンリースはパイナップル、台湾語、オンライ、小麦粉、鶏卵などを原料に使った焼き菓子、太陽餅などと並び台湾を代表する銘菓の一つに数えられる。大トリ,リソは、パイナップルジャムとバターで作ったあんを、クッキー生地の皮で包んで焼いたもので、日本では一般にパイナップルケーキとも呼ばれている。 形状は5トル角程度の直方体をしており、重量は約40から5 0ム、一口から二口で食べられる大きさになっている。主な原料は小麦粉、バター、砂糖、卵、牛乳、パイナップルジャムなど、パサパサした皮の中にしっとりとしてやや歯ごたえのある餡が入っており、食べた時にパイナップルのほのかな甘みと酸味が口の中に広がる。餡には、 パイナップルの他、糖岩や大根を加え、甘みと弾力感を増しているものが定番である。台湾人はあまり酸っぱいものを好まない傾向にあるが、台湾の原産系パイナップルは酸味が強いため、糖岩は酸味や口当たりをコントロールするために使われるほか、製造コストを安価にすることが可能である。なお、パイナップル以外の原料が含まれているが、極端な場合パイナップルが、 餡に含まれているかどうかは、原料表示をよく見るとわかる。糖岩など、パイナップル以外の材料を入れずに餡を作った、大鳥リソを特に区別して、と大鳥リソと呼ぶこともある。なお、ソ、スーは、本来バターを刺すが、現在では、小麦粉を油でこね、砂糖を加えて焼いたクッキーのような菓子、小麦粉に脂肪や砂糖を混ぜて作った柔らかい菓子のことを言い、大鳥リソの他に、 安人祖、安洲の種の中身を使った焼き菓子、角桃祖、クルミの焼き菓子などがよく知られている。ただし、これらの中華菓子はラードを使う場合が多く、実際には柔らかめのクッキーのような菓子である。地元では主にお茶受けとして使われており、また観光客にとってはポピュラーな台湾土産の一つとして知られている。一般に町の土産物店、 菓子店やデパートの菓子売り場などのほか、国際空港の免税店などでも買い求めることができる。また、中華航空の機内食では、デザートの定番でもある。見上げ用として売られているものは、熱い国の菓子ということもあり、日持ちがするように作られ、密閉包装されている。製品によって、ばらつきはあるが、大抵製造から1から3ヶ月程度の賞味期間を、 表示している。他方、ベーカリーや洋菓子店が焼いて直売しているものもあり、こちらは、賞味期限が10日、程度と短いが、よりしっとりとした食感である。一般的にベーカリーや洋菓子店で売られる、大鳥リソは、土産物店のものより高級品とされており、値段も高めである。一つずつバラ売りしている場合や、試食として用意されている場合もあるので、まとめ買いをする前に味見をし、 納得してから購入することもできる。台湾発祥の食品であるが、現在は中国のスーパーマーケットなどでも現地産のものが売られている。香港には台湾製のものを輸入して自社ブランドで販売する菓子チェーン店もある。食感を加えるためにナタデココを加えるものや甘さを抑えて別の風味を加えるために塩漬け加熱した卵黄を入れたものもある。 卵黄が入ったものは、大鳥基礎、本ン案数などと呼ばれるが、これは発音が同じで縁起の良い、鳳凰をもじった命名であり、そのまま、鳳凰素と表記する店もある。また、昨今では、パイナップルの他に、中のジャムを、ハミウリ、ハミウリ素、イチゴ、クサイチゴ素、リュウガン、カツラマドカソ、プルーン、ミナミナツメソ、ドリアン、リュウソ、マンゴー、ボーカソ、 ブルーベリー、愛チゴソなどに変えたバリエーションも登場している。17世紀から台湾で育てられていたパイナップルだが、本格的に栽培が始められたのは20世紀、日本統治時代になってからであり、1930年代には、世界でも3番目に入る、一大産地となっていた。主な用途は缶詰にしての輸出用であった。その後、生産コストの増加と、 東南アジア地域との競争激化で1980年代頃から台湾のパイナップルは国内消費用に用いられるようになった。オートリソリは台湾ではその頃にはポピュラーな歌手として知られており、台湾政府によってパイナップルの付加価値製品として支援された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。